にちは。お待たせしました。こんにちは。はい、ということでこのコーナー、ひろしのここが言いたいですけれども、司会進行を務めさせていただきますコミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いします。では皆川さん、お願いします。はい、ユーザーインターフェースを担当している皆川と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アシスタントディレクターを務めています、高井と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではこのコーナー3人でお送りしたいと思いますので、早速お席の方どうぞお座りください。はい、いやまたなんかいろいろとネタを持ってきていただいたということで、はいはいはい、もりもりと、時間と戦いながら進行していきたいと思うんですが、去年はですね、皆川さんお一人でいろいろとお話をいただいたんですけれども、今年あのひろしが2人になったということで、はい、賑やかしで来ました。はい、タイトルを改め、ダブルひろし&開発チームのここが言いたいということで、時間ギリギリまで攻めてみたいと思います。はい、で、まあ、このコーナーですね、初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思うので、まずあの練習代わりに一発こんな感じだよという軽いところから言ってみましょう。はい、我々も練習をしましょう。はい、はい、まず一ネタ目ですが、こちらです。ドン、事件やクエストの縦読みということなんですけど、これ皆川さんご説明お願いします。まあ、あの事件やクエスト、ヒルディブランドのクエストなんですけれども、はい、まあ、これのですね、タイトル、はい、クエストのタイトルをつないでいくと、はい、まあ、クエストのある秘密が分かるようになっているということで、はい、もう早速スライドですけども、こんな感じですね。謎解く鍵は、はい、白き天秤が語る金天秤の古き姫事。はい、これ僕ネットで知ったんですよね、初めて。僕もです、正直。嘘。ネットで見てマジでって思って見て、結構そういうこと多い。そんな中、すみません、はい、いいですか。はい、僕聞いてました。ネットでバレる前に、あの事前に、前広さんから、あれいつ言おうかと思ってんだよねつって、何タバコ部屋、タバコ部屋で、あのタバコを吸わなくなるとね、我々タバコ格差がちょっと、我々やめてますから、タバコ。そうですね、あの、はい、健康と引き換えにね、引き換えにやめましたから。なるほどなるほど。はい、まあ、あのこのクエスト、まあ、こういうネタを仕込んだらしいんですけれども、はい、あのもともとクエストが何本作られるか決まってなかったので、はいはい、まあ、なんかあの短い場合のバージョンとか、いくつか実は別のバージョンも用意されているということで、はい、これ元ネタはあのちょっとあの違うんですけど、短いバージョン、あのオレンジの方ですね。そうですね、はい、謎、まあ、あの途中からクエストの数が増えちゃったので、はい、下の方に微調整をしたってことです。はい、微調整をしたと。これはこれでちょっと意味深な兄弟の姫事、ね、なるほどね。あの都度都度調整してるよってことなんですね。そうです。なるほど。なかなかこう終盤になるまで量が決まらないこと結構あるんでね、はい、なるほどね、という感じでお送りします。はい、大体分かりましたね。まだ分かんねえよって方いらっしゃいませんね。はい、じゃあサクサクいきたいと思います。はい、続いてですが、こちらです。ウリエンジェの武器ということなんですが、続いまた、皆川さん、はい、これどういうことですか。ウリエンジェの、まあ、はい、ウリエンジェの背負っている武器なんですけれども、はい、これはあの Q14 の時に、はい、まあ、あるクラスのために作られた専用の武器で、ちょっと他のクラスには見当たらないデザインになってます。そうですね、まあ、正直言うとウリエンジェにこう専用武器を作るかというと、なかなか作らないのではないかっていうのに、こんな見たこともないのを背負ってるっていうのがね、もうなんか理由があるだろう、理由があるのかと。これ何のクラスだったんですか。これはですね、はい、あの Q14 の時の、はい、波術師。ほう、本じゃなかったんだ。本じゃなかったんですね。どう使う予定だったんですかね、これ。ただ波術もなんか全然違う、召喚系じゃないクラスだったらしい。なるほどね。じゃあそれが流れて、ウリエンジェさん、じゃあこれ装備していいよと。そうですね。なるほど。そのままあの、彼だけの専用武器になったと。もったいないお化けが出るんで、使えるものは何でも使っていくスタイルで。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。では続いてこちらです。はい、シリウス大灯台の点点点。なんじゃこれ。ですね、まあ、各 ID に行くとですね、はい、皆さんあの、まあ、基本的に、地面を見ながら、そうですね、足元を見ながらプレーをされてると思うんですけども、ひたすら走って走って倒して倒してですね、はいはい、あのシリウス大灯台、はい、まあ、大灯台というぐらいなので、はい、当然、はい、あの灯台として必要な設備がですね、はい、
ボスのステージにちゃんと BG 班がしっかりと作ってるんですけども、まあ、ここボス部屋ですね、はい、この上、まあ、普段は、ね、セイレーンはよく見ますけどねちゃんと普通はセイレーン見てると思うんですけど、はい、まあ、この上をちょっと見てもらうとちゃんと明かりとレーダー、レンズがあります。あるんですね。でもこの上なんか俺見たことない。この上ちゃんと見たってこといらっしゃいます？放送の方はノートとかで教えてほしいんですけど、まあ、はい、誰も手挙げない。普通そうなんです。見ないでしょうね。ほら、じゃあどうなってんのか見てみましょう。あ、こうなってます。こんな感じでちゃんと作り込んでる、ね、ちゃんと作ってるんですね、はい、BG 班。もう本当にちょっと上見るだけでこれがあるってことですよね。そうです、そうです。ありますね、多分ね。まあ、BG 班こういうあの見えないところもちゃんとアートを起こしてモデル作って、うん、はい、しっかり負荷検証もしてやっているので、ね、ぜひとも気づいてほしいということで。ああ、東大なのに光るものがないのはおかしいですもんね。おかしいですからっていう、もともですみたいな。今ね、すごいここが言いたいに一番いいネタだなって思いながら見てました。なるほどね、分かりました。じゃあぜひぜひ皆さんちょっとシリウス行って、あのボス行ったらいきなり殴りかからずに、上を見てみてみてください。そうですね、ということで、ここ以外にも天井結構、はい、天井とかね、あるんで、はいはい、じゃあ次です。こちらボツになったルノーカプセルとは。これはですね、はい、まあ、もともと、まあ、バハムートのところですね、はい、ドラゴンがこうカプセルの中に入ってるんですけども、はいはいはい、そこは、はい、他にもいろんなやつが本当は入る予定だったんですけど、ちょっと企画的な内容的に合わないということで、はい、ボツになっちゃったんですね。ただ、すごくね、いい画像なんで、はい、ちょっと持ってきましたんで見ていただきます。はい、かわいい。これです。すげえ体育座り感ありますけど、これはプカプカ浮いてたんですかね。切ねえ。これがカプセルの中にひっそりとこういて、でもなんかいても違和感ないと思うんですけど ねこのカプセルから僕好きだったんですけどね、こうあのルノーさんがバンバンこう量産されていくみたいな、そうそう、ね、逆にそう、なんかなんならもう中から出てこいみたいな、ね、ボツになった理由は何なんでしょうね。聞いてないんですよ、それ、ね、それ聞いてないっていうね。なるほど、まあ、なんかちょっと諸事情あってのボツになったルノーカプセル、かわいそうすぎたのかな。ちょっと兄先輩やめてくださいね、そういう不世辞的なコメント、うん、はいはい、じゃあ次行きたいと思います。はい、次なんですが、イミテイドミストビアドマスク。はい、はい、このイミテイドミストビアドマスク、はい、噛まずにちゃんと喋ることができました。なかなか言いづらいですよね。これね、マスクを単品でリリースしましたよね。もともとこれなんですけど、うん、はい、あの戦機装備の頭装備だったんですよ、はい、ノクトシリーズデザインされてるんですよね。そうです。はあ、まあ確かに肩のパーツと頭のパーツを見ればなんかね、ちょっと大きくするスナップがあるんで、これですね。これね、こういうふうに戦機装備とワンセットでデザインされていました。ただあまりにもちょっとインパクトがありすぎると、まあね、この頃、ね、タンクさんとかもね、なんかもういい装備欲しいわみんな言っててね、はい、そこを満を持してこの顔を出すのかっていう、まあ、僕的にはこの顔が大好きだったので、はい、こういうのはこれでありでいいじゃんって言ったんですけど、はい、反対多数で否決されましたから、それ正解だと思います。そうですか。僕もね、これを見るのはね、最近だとね、エタ版の、あの2人がこれで、はいはいはい、そのまま式を上げていて、ままふわーって浮かんでってこうだんだん近寄っていくっていう、あの時のね、受け狙いのネタでよく見るんですけど、なかなかこれマジで使ってる人はね、うん、あと街中であれですね、色つけてこう結構真っ赤なやつとか、はいはい、あの蛍光ペンの緑みたいな色とかで激しく主張してる方いらっしゃいますけどね。そうそう、その後これ、はい、もったいないから当然単品でリリースしたじゃないですか、はい、でリリースした後に、はい、これでやっと戦機合わせて金で染色できると思ってやろうと思ったら、頭染色対応忘れてて、竹をって怒りに、これを金にできないとかもう意味が分かんないって言いに行って、すぐ対応しますって。そんなネタがあったんですね。そんなネタあります。もう竹尾さん頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあありがとうございます。次行きましょう。次のネタに行きたいと思います。はい、続いては配達士クエストの話。
はい、配達士クエストのネタなんですけども、はい、まあ、あのこの配達士クエストっていうのはいろんな NPC のサブストーリーを展開するものなんですけども、うん、はいはい、まあ、例えばですね、ウルダハで、まあ、ゲームを始めた人にはおなじみ の, あのワイモンドという、はい、まあ、キャラクターが、このキャラですね、まあ、カーレンがいるんですけど、ちょっとこうあるセリフを話すんですけれども、はいはい、その伏線の回収をこの配達士クエストでやってるんですね。事件やクエストで語っているあるセリフの伏線回収をここでしていたりします。ちなみに、はい、どんなセリフかというと、助手のナシちゃんのこともほっとけないんだ、俺が情報屋を開業するきっかけになったのもなんてな、なんでしょうね、この意味深ですね、意味深というか、キモいというか、ね、これね、はいはい、まあ、こんな風にワイモンドだけじゃなくてですね、はい、他の NPC が、まあ、たくさん出てきて、こういう感じで実はあの NPC とこの NPC が絡んでるみたいな、なるほどね、まあ、そういう仕込みがこのクエストすごく多いので、はい、まだ進めていない方いたらぜひとも、はい、クエスト班、世界観を知るのはおすすめですね。おすすめですね、はい、しかも今配達地区へ最後までちゃんといると帽子がもらえますからね、はい、そうですね、レターモーグリの、はい、最近よく見ますよ、ね、よく見ますね、つけてる人、はいはい、ということで、じゃあ次のネタ行ってみたいと思います。はい、次ですが、セニョールサボテンダーのファンサービスということで、まあ、会場の隅っこにも、はい、皆さんに今ご挨拶をしているセニョールサボテンダーさんなんですが、こちらも何かファンサービスがある？はい、ここ2つありまして、2つある、ま、2つあるんです、はあ、まず1つ目なんですけれども、はいはい、セニョールサボテンダーにですね、あれターゲットできるんですけど、その状態でバフをかけてあげてください、はいはい、まあ、例えばプロテスとか、はい、まあ、そういうのをかけてあげて、バフが2つになると、はあ、あることをします。あることをする、はい、そんな仕込みがあった。仕込みがある。ほほー、やらないですね。お、意外と知らないですね、これ。ほらほらほら、みんなだってコメント、とか、そんなの気づくかって、まあ、まあ確かに ね、はい、それが一つ目です。はい、で、もう一つがですね、はい、これはどうなのかな、知らないかな、皆さん。はい、セニョールサボテンダーの両脇に、はい、両脇に挟み込むように立ってください。はあ、はい、はあ、はあ、はあ、真ん中セニョールさんいます、はい、左1、セニョールが皆川君が、まあ、僕が HQ だとすれば、まあ、この状態を作れ、はい、ってことですね。この状態作ればいいってことですね、うん、はい、そうすると、はい、これまた何かを、何かをする、何かをしてくれます。っていうか誰がそんなの仕込んでるんですか、これいつもだとミニオン同盟が疑わしいんですけども、今回ミニオンじゃないですか、ね、ないからね、うん、なるほどね。今一番心配なのは、そんな、まあ、林だねって言われて、林だねとか言われてこれこんなややこしい仕様をちゃんと QA でチェックしてるのかっていう心配です。2人が知らないってことはちょっと怪しい、怪しいですね。まあでもうちの QA 抜け目なくやりますからね。なるほどね。ということで会場にいる皆さんは帰ったらちょっとご確認ください。そして、今放送をご覧の皆さんですね、コメントしつつ、もし試してやろうぞという方がいらっしゃいましたらご確認ください。ゴールド操作飛んでください。はい、じゃあ次に、あ、もう殺到してるらしいです。ゴールド操作入れねえって言ってる人もいます。なんだよ早いよ、みんな早いな、行動が落ち着いて、あ、妖精さんからもヒロシ任せろ、ちょっとね、出てくる前片言のコメントが増えて、あ、そうですね、なんか懐かしい感じがしました14時間放送ですからね、はい、ヒロシマイフレンド、帰ってきたよみたいな感じです。はい、では続いてのネタはこちらです、闇の世界が晴れるとき、はい、これ先ほどの大灯台シリウスと似たような感じなんですけれども、はい、まあ、これもちょっと上を見上げてごらんっていうそういうネタなんですが、はい、スタート地点でちょっと上を見るとですね、はい、まあ、画面の今右上に出ているこれ暗闇の何がしと戦うラストのステージです。はい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 、実は見えたと、ね、ここまでは意外と皆さん知ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、最初のボスに向かって一直線の間に見ますね。そうなんですよね、はい、僕もね走っちゃうんで、ね、こう 見ませんでね初めて今知りました。おじゃあまあここはすぐに確認できるんで、はいはい、見ます、まあ、始まったらチラッと読んで、はい、見ます。すいません、問題はですね、問題はこの、はい、この次です、実際にそのラストにいるボスを倒してですね、はい、またスタート地点まで戻って、ね、戻る。ほう、絶対しないわそんなの、まあ、しないですけど、戻るとどうなる。戻るとめくってください、ドン、は
ああこんな感じで雲がなくなってんだ。はい、細けー、まあ、これもあの BG 班のね、なるほどね、やりすぎな仕事の一つ、ね、あの東大に続きこだわりですと、はい、は誰得なのか分かんないですけど、これなるほどね、この放送の後ロット号こう出てく人が減ったらなんか見に行ってくれてるのかなってあ、これは知ってたって、あすごい、ってことはスタート地点戻ったってことですよね、まあ、たまに、ね、闇の世界とかで、はい、こう終わった後にみんなでマップを見直してみようってこう旅をしてくれる人たちとかいますよね。そういうイベントをしてくださる方とかボス倒す直前に、あ死んで死んで、もうレイズめんどくせえっつって一旦戻って上見たらお晴れとるわっていうその可能性もちょっとそのパターンもあるか、それもあるか、はい、なるほどね、はいはい、そういえば、はい、闇の世界絡みで、はい、高井さんもちょっとなんか一ネタ、はいはいはい、一ネタ預かってきたらキャラハンから、なるほど、じゃあ続いてのネタですかね、お暗闇の雲の3サイズなど、おこれ決まってたらしいんですよね、うん、ちゃんとちゃんと決めてた、あこれで聞いてきたんですけど、はい、まず身長、身長、はい、これが40メートルだそうです、でけえなおいでかいですねこのおばさん、おばさんって言っちゃダメかなで、よくこれ決めたなって思うんですけど、はい、バストウエストヒップが決まってます。いや一応じゃあ順番に伺っていきましょうか、はい、まずバストが20メートル、はいプールか、うん、そしてウエスト13メートル、おおくびれある、はい、はい、でヒップが21メートルとまあこれでスタイルがいいのかどうかはさっぱり分かんないんですけどね、20、13、21、はい、まあなんとかなんかちゃんとしてそうな感じ、ちゃんとしてそうだけど途方もないですね、4倍にすると大体そんな感じなんで、なるほどね、で一応顔のサイズが、はい、5メートルあって足サイズが5メートルだそうです。そういう設計です。そういう設定、はい、まあそうですね、冒険者の一応サイズも決まってるから一応そこから割り出せてるんでしょうね、いろいろ、ね、割り出せるっちゃ割り出せるんですけど、はい、まあ3サイズまで決めなくていいんじゃねえかなという そこ必要でしたかね、はい、なるほどね、はい、ありがとうございました、まあ、こういうところを決める、開発が、はい、さらに次のネタでまたちょっと行ってみましょうか、はい、はい、次のネタこちらです、下着について恋しい時間、何やってんすか俺この論争巻き込まれた気がしてんだよな昔なあ、これ高井さん当事者、当事者とまではいかないんだけど、なんかごちゃ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 やってるっていうか、まあこれ何かというとですね、はい、まあ、開発中に、はい、下着的なもの、下着的なもの、装備を何もつけていない場合に、はい、まあ、下着的なものがあるんですけれども、はいはいはい、これの色についてですね、はい、ものすごく議論になることがあって、 ある時バグだったのかなんか、もう今となってはちょっとよくわからないんですけれども、はいはい、色が変わってると、ほう、でこの色が変わることによって、はい、生々しいとなると、うん、そのレーティングが変わっちゃうんですよ。なるほどね、はい、そうかそうか、このソフトは何歳以下はプレイできませんよとか、なのであるじゃないですか、はい、結構みんな真剣にはこれじゃいかんとか、なるほど、ね、もうちょっと色をこう淡い感じにできないのとか、そういうそうそう、いや色気がって話になって、なるほど、なるべくそういうの感じさせない方向に攻めたらダメなんだってみたいな、なるほどね、高井さんどっち派で、僕は黒が好きでしたよ、はい、攻めたくて攻めたくてしょうがない派ですもん、なのに止めなきゃならないっていうこのジレンマ、歯がゆい感じですね、本当のヒロシと止める方のヒロシと、 AD のヒロシと、なるほどね、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ続きのネタに行ってみたいと思いますが、はい、続いてこちらです、どうぞ、続下着について1時間、まだやるんだこのネタ、はい、これも、まあ、大体似たような話なんですけども似たような話、スタート風の、はい、まあ、足装備があるとちょっとこう見えるじゃないですか、うん、あ見えますね、でそこの色を、はい、まあ、黒にするのか、はい、白にするのか、はい、まあ、これも結局レーティングと絡んで、なるほど、本音と建前と、はい、建前と、いろいろ小1時間問い詰めた結果今の色だと、ね、なるほど、ちょうど先週もシワをね、うん、シワがメールで飛んでるやつ、そう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 、シワが生々しいと
うちの会社、作ったグラフィックは、はい、その倫理チェックっていうのをやるんですよ、はあ、でそこの、ま、女性の方から、はい、これは大丈夫なんですかって言われて、はい、じゃあちょっと全員で該当策を総チェックしますっていうことで、はい、また小1時間ほどシワの有無についてメールが飛び交うというこれ以上書き込んだらレーティングが上がるんだよってなるほどね。そうか、リアルさはあんまり追求しすぎない方がいいってことですね。そうですね、はい、なるほど。スタッフが追求したら半端ないクオリティで来ますから、やろうと思えばやれるけどやらないぞと、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、では続いてはこちらのネタです。隠れモーグリ、はい、じゃあちょっとね、はいはい、かわいいネタの方に、はい、お願いします。見ようと思いますけれども、これエフェクト班から来た、はい、これね、僕エフェクトは全部チェックしてるんですけどね、はい、全く気づいてませんでした。担当者に謝っときますなるほどねじゃあ実際、どんなことなのかというと、はい、エフェクトの中にですね、はい、まあ、モーグリの、はい、モーグリ風のデザインが施されている場所があると。もうここの中にあるってことですか。ここの中にあるんですよ。で 僕も分かりませんでした。なるほど、はい、今画面の中に映ってるんですけども、この右のこの音符ですね、細けい音符に生えてます。はい、まあ、確かに、そうですね、モーグリじゃあモーグリだし、何かなんだろうこれっていうまあでもね、隠れモーグリっていうからにはこのぐらいでいいと思いますね。まあこれぐらい、これははい、モグルモグのバトル以外にも、はいはい、モーグリが出てくる、例えばミニオンとか、はいはいはい、ミニオンで踊るときとか、はい、あとはモグレターのポストのエフェクトとかにも同じように入っているらしいんで、へ、まあ、これも皆さんぜひとも見かけたら見てみてください、確認してみてください、はい、ではこれもすぐご確認ください。では続いてのネタこちらです。ドドン、新ジョブのかくれんぼ。あ、はあ、これなんですけども、先日のですね、はいはい、開発ブログで、はい、まあ、今出ているスクリーンショットが公開されていて、はいはい、これそうですね、ダイレクト X11 の、はい、床がちょっとトゥルットゥルに、あ、もう本当トゥルットゥルのこのすごいやつね、反射してるんですけども、はい、見ました見ました。それを見ていただくためのスナップショットなんですけれども、はい、実はですね、はい、この中にもネタが一つ仕込んであります。ほう、じゃあ何、画面のですね、はい、右奥側をちょっと右奥側注目をしていただくと、じゃあ拡大したやつが、誰かいるんだ、ここに3人座っているんですけれども分かんないって新クラスの方々ですか。あ、新ジョブですね、うん、すげえな、なんかほんとちょいちょい刻んできますね。これさ、あれでしょ、これ撮ったのうちの某グラフィックス担当プログラマーでしょこれ、多分あいつベンチマークでクソ忙しいのになんか余裕あるよねすごいね、もしかしたら現実逃避なのかもしれない現実逃避だと思いますけども、ね、安らいじゃってんのかなこれ、まあ、高井さんもねちょいちょいね PV の中にこういうの仕込んでるんで嫌いじゃないんですよね。ああ、はいはい、責められないですよなるほどね、わかりました、すげえな。しかしじゃあ次のネタに行ってみたいと思います、はい、次こちら、ゴールドソーサーのバニーガールの中身は、中身、はい、じゃあですね、まず、はい、実際 の、はい、バニーガールさんの動きをちょっと見ていただきたいんですけども、はいはい、じゃあ動画をお願いいたします。まあ、今先ほどのセニョールのネタで、はいはいはい、ゴールドソーサー行っている方いると思うんで、はい、まあ、近くを歩いているバニーガールさんを実機で見ながら、はいはい、次のネタを聞いていただければと思うんですけど、普通にモデル歩きですよね、はい、実はですね、実は中身、普段これモーションキャプチャーという、はい、実際の演者さんの動きを取り込む技術で作るんですけれども、はいはいはい、たまにですね、はい、役者さんの手配が間に合わない時がありまして、はあ、そういう場合は実際にスタッフが動きを作るんですけれども、へ、このバニーガールさんの中身の動き、はいはい、37歳のモーション班のおっさんがやっております、はい、せめて女の子で撮ればよかったのに、もうマジか。いや、僕じゃないです。実際証拠の
動画もいただいて、有名壊しちゃうよな、こんな見たくないと思うんですけども、はい、せっかくなので、じゃあご覧いただきましょう。お願いします。ああ無様だなすげえおっさん、モーション班の K さん。なるほど。ちなみにですね、はい、あの今絶賛 3.0 の開発中なんですけれども、はいはい、あるあのクラスのジョブクエストの中で、はい、あの結構セクシーな動きをするキャラクターが出るんですけれども、はあ、そこでも、はい、K さんの今の方が37歳男性が演じておられる、はい、新作が、はい、見れるそうなので、あの実は僕もどこなのかまだ聞いてないんですけれども、あの 3.0 される方は、はい、どこかなと思いながらちょっとセクシーキャラクターに微妙な気持ちを抱きながら見ていただければ。正直ここが言いたいのコーナーですよね。これは言いたくなかったですけど、ここが言いたくないになってる。ここは言いたくないになってる。これでも K さん自身が言ってきたんだったら、 K さんが言いたいんだからしょうがないですね。そうかそうかそうか。ああ気づか、そこまで配慮は。ああ失敗した。いや俺ゴールド操作喜んでたんだけどな。そっか分かりました。はい、ありがとうございます。じゃあもう次行きましょう。次はい次に、じゃあ次です。もっとあるよヒルディブランドの話ということで、まあ、先ほど冒頭にもありましたがその続きの話があるということなんですね。はいはい、そうですね。はい、じゃあ早速行ってみたいと思いますが、はい、ナシュの追っかけのその後、ストーカーの人ですよね。はい、去年のね去年のこの時に、まあ、実はナシュには追っかけがいると、はい、いましたね。意外と気づかない方もいれば知ってたよっていう方もいて、はい、まあ、反響が大きかったので、はいはい、担当の人が、まあ、これは追っかけをちょっとより頑張っちゃおうかなということで頑張らせてやろうと、その後どうなったのか、はい、確認していきましょうと、はいはい、実際次こんな感じになりました。攻めるようになりましたね。しっかり攻めてますね。もうね隠れてもいないね。本人隠れてる気がしてるのかもしんないけどしかも、はい、今回からは、まあ、こう今までは見つめるだけ、はい、見守るだけだったんですけれども、はい、うん、セリフまで来るよ、もらえるようになりました。小さな少年、この子話したけど、ね、あいつとは思ってなかったしかもこれ結構重要なことを喋ってるんです、ね、はい、セリフもちゃんとあるということでこちらですね。まあ、彼は、はい、いつもこうナシュのことを見つめてますから、まあ、見つめてるんだかね。ね、でもこの子だけ気づいたんですね。そう、実はまだこのクエストを、まあ、やられてない方もいるので、はい、細かいところは省くんですけれども、はいはい、ナシュの様子が、はい、イベント中ちょっといつもと違うんですね、はい、で彼だけは周りの人間は気づかないんですけども彼だけはそこに気づいて違う、いつもと違う、まあ、ただこれ褒めていいんですかね。これギリギリのとこですけど、うん、まあ、好意的に受け止めると純粋な気持ちが実ったかなということで、はい、違う、いつもと違う、うん、でもこれ違ってなかったらどうすんだってことですけどまあ違っててよかったねとそういうことですね。ある種ゾッとする話の気持ちします。結構重要なポジションに、はい、格上げされたということでした。はい、ありがとうございます。では続いてジュリアンはパッチ 2.4 の時点でさりげなく登場している。はい、同じくヒルディブランドの、はい、クエストなんですけれども、はいはい、ヒルディの母親のジュリアン、はいはい、これ 2.5 で、まあ、初登場のように見えるんですが、そうですね、実際には 2.4 の時から、はい、さりげなく登場していたんですね。ほう、で実際の画面をちょっと持ってきましたので、はい、ここです。ドン、これ 2.4 の時に、はい、オルトロスが街中でナンパをしているシーンがあるんですけども、言われてみれば確かにこれジュリアンとは気づいてなかったんですけど、そうですね、後ろ姿なんで、うん、変だとは思ったんですよ。たかだかナンパシーンの NPC にしちゃ凝った作りすぎるって、はい、一瞬っすよねこれね、うんうん、確かにね、まあ、ちょっと正面から別アングルで、はい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 、まあ、これが実はもう 2.4 の時にだからもうこの時に決まってたってことですよね。決まってましたね。ジュリアンはこいつですっていうことが、はい、でわざわざちょっとこう忍ばせて匂わせておいたっていう。はあ、なるほどね、細かいっすね、
ありがとうございます、まあ、じゃあ続いてヒルディはヒルディ同盟的なものがあるぐらい の人たちがやってますからね。もうなるほどね、盛り上がっちゃったと、まあ、盛り上がって細かいさ。あ、でも実はちょっと重要ネタもう一つある、もう一つある、はいはい、じゃあご紹介したいと思います。 次というか厳密にはパッチ 2.1 からいる。マジかよ。あこれはね、はい、僕も聞いて、え誰どれって思いました、はい、ずっと前からいますよということで、はい、じゃあどれがジュリアンだったのか、はい、見てみたいと思います。画面を、はいはい、こいつかよって思うと思うんですけどこの黒いやつ、犯人犯人言われてたと思うんですけども、犯人ですよね。だってこれ、はい、お母さんです。嘘。これ母が温かく見守ってたんですね。そういうハートフルな話だったと。だって散々犯人犯人言われてましたよ、はい、でもセリフは、うん、ヒルディブランド見つけたっていう、うん、すげえ犯人くせえなってこれミステリーとしては反則じゃないんですかね。だいぶ反則だと思います、ね、ただでさえこの黒ずくめ攻めたなと思ってたんですけどね最初見た時。でもこれ解決編のイベントで、はい、ちゃんとこの黒い黒装束からジュリアンになるところが一瞬なんですけどチラッとちゃんと入ってるんですよ。あなるほど。なのでそれを見るとそこを見逃さなければ分かります。へえ。でも、うん、反則だと思いますこれはね反則だと思います。分かりました、ありがとうございます。じゃあヒルディネタということでした。はい、じゃあ続いていってみたいと思いますが、はい、次のネタはこちらです。ドン。俺は確かに見た。ほう、あこれはですね、はい、ちょっと声をトーンを落とさせていただきますけれども、はい、三国の都市にですね、はい、夜に、ごくごくまれにごくごくまれに白いローブを着た、はあ、首を持っていそうな少女の幽霊が現れるそうです。幽霊見たって人いますかね。いやー俺会場の方でも見たって人います。三国どこでも出ます。三国どこでもなんですけどいないんじゃないかな。あこれね実は聞いたんですよね、はいはい、まあ、仕込んだのがクエスト班で前広なんですけれども、はい、確率どれぐらいでしたっけ。出てます。あ確率 1% 以下。これは緩和しないと見れないですね。これは超える力を導入しないと。2フレーム出現ってだってスッってあ、まあだから本当に一瞬ですよね。一瞬出んのかな格ゲーでも2フレ違うとまあ相当な熟練者は違うかもしれないけど、まあ、瞬きの瞬間に出るぐらいな感じですね。そうですね、もう最速風神拳を当てる勢いですね。そうそれなるほどね。いやいこれはちょっとこれ見れたら逆にすごく幸運だと思うん で、ね、はい、喜んでください。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次に行ってみたいと思います。次のネタこちらです。クルザスに雪が降るざんす。ダジャレにしたのは何なのどうした、これはどうした。まあちょっと言いたかっただけだろって言われてるかもしれませんけど、はい、一応じゃあどういうネタかちょっとご紹介いただきたいと思います。じゃあ、はい、これまあ吉田さん北海道の方の出身で、そうですね、でかつ MMO ジャンキーじゃないですか、はい、で MMO なのに雪が降るエリアがないとかありえねえだろうっていうので、はい、クルザス地方って最初は普通になんか別に寒いところもないし、はい、っていう設定だったのが急遽こう雪を降るマップ作ってっていうことになって、ほう、まあ、結構終盤に一気に雪を降らせたっていうのを聞きました、はいはい、ってことはもともとクルザスは雪降る予定じゃなかった、寒いけど、寒いけど、はい、鉱山だけど別にこう雪がガンガンに降ってるっていうそういうエリアじゃなかったっていうのが、それこそこうヘブンズワードの世界に行った時にこうようやく雪原がみたいな、はあ、なるほどね。でも結果としてはこう、まあ、これからね、いい感じには、はい、なりましたけど、ものすごい平たく言うと降らせてよって
はい、フラスノって 特に理由はないないみたいな。なるほど、すごいですね。わかりました、ありがとうございます。では次のネタなんですが、次のネタはこちらでございます。小ネタですが、まあ、チョンキン級 NQ 広志の PV の話ということで、はい、僕から、はい、はあの挟ませていただきました。はあ、これもね、皆さんにぜひぜひ知っていただきたい話なんですけれども、まあ、あのパッチ前にいろんな、PV が流れてると思うんですけども、あれを作ってるのがあの高井さんなんですよね。はいはいはい。で、何がすごいってあの PV なんですが、普通ね、映像を撮るときとか、まあ、なんだろうな、映像じゃないにしてもなんか作品を作るときとかって字コンテを起こしたりとか、まあ、絵コンテを起こしてこんな感じでっていうのをまず頭の中に叩き込んでから、まあ、やるもんなんですね、素材撮ったりとか。高井さんそれを一切しない。あの PLL であの吉田さんが、動画とか撮るときは俺字コンテ起こすよって言ってたと思うんですけど、まあ、ご覧になった方は分かると思うんですけど、一切高井さんしないですよね。めんどくさいんです。めんどくさい理由なんですか。めんどくさい、 やってる時間もないし、もう一発で行こうよみたいな。あのね、一発で行こうよで一発で行けんのがすごいと思う。まあそれで いけないものが映ったりもするんですけどね。ああ見逃してたこれっていう。なるほどね。ただ、はい、まあ、あのヨシピとかが自己でくれるパターンもあって、はいはい、そういう時はやっぱ楽ですよ。いやだから用意するんですよ。だけどめんどくさいんです。自分でやるのは。だってほら、高いカメラギュイーンって回ってたりするじゃないですか。あれその場でじゃあ気分でギュイーンって回そうみたいな。あれだからこうカメラボーっと回しながらパーンって押す。そういう感じです。いやーすごいっすわ、本当すごいと思う。ただダメなんですよ、こんなとこが NQ なんです。そんなことないですよ、うん、はい。ということでちょっとすみません、あの半ば和義のここが言いたいになってしまったんですけども、はい、あの広志の PV の話でございましたということで、 PV つながりで、もう一ネタございます。フライングマウントでうまくフライングしすぎた話。これはあれですね、はい、あのファンフェスかなんかで初出しした時ですよね。はいはい。あのフライングマウント当然絶賛開発中の状況で撮影してたんですけど、す、ね、はい、まあ全仕様が入ってる状態じゃないまま撮ったので、はあ、なんとなくこうお客さんが望むような飛び立ち方とか飛び方とかっていうので撮れるようにしてみたんですけど、うん、まあ、すごい良かったです。仕様を無視して撮ってるんで、え、あの映像出た後に本当に作成してるスタッフが、あー飛ぶって言いましたみたいな、ちょっと怒られるわけです。だってかっこいいかなと思ってみたいな、こっちも目を見ずちょっと反論みたいな。コンテ起こさないから、そう、コンテ起こさないし報告しないからもうみたいな、ちょっとプンス化されてしまいまして、はいはい、もうそれでしょうがない、うん、別に開発途中だからいいよって言ってたんだけど、蓋開けてみたら、はいはい、あれよりいい感じで飛んでたんで、はい、まあできる子たちがやってくれると助かるなっていう。なるほどね、はい、まあ、もしかしたらじゃあ、 あの映像があったおかげで負けてらんねえぞって頑張ってこう、まあ、なったのか、ふざけやがったのバカって思ってやったのか知らないですけど。なるほどね、はい、いいものを作ってもらえたんで、はい、まあ、ちょうど UI セクションもフライングマウントの操作系を詰めてる段階だったんで、はいはいはい、結構現場で担当してるやつが、わーすごい飛んでるって生の声をね、すごいスムーズに飛んでるって、はい、困った顔してました。わかりました、ありがとうございます。結果すごくいいもんになったと思います、はい、じゃあちょっと次のネタいきたいと思いますが、若干ですね、時間もいい感じになってきましたので、はいはい、すいません僕引っ張りすぎでしたね、はい、ちょっと巻き気味でいきたいと思いますが、床の話、新生四層編ということで、じゃあまあさっきまではね、はい、上を見る話をしてたんで、今度は床の話をちょっと2つ、はい、天井から床、はい、じゃあまず、新生四層の床なんですけれども、はい、ちょっとこれ上からスナップショットを撮った、はい、写真を持ってきたんで見ていただいて、これなんですけれども、あ、新鮮です、はい、リングの内側なんですけれども、はいはいはい、これ、分類学とか生物学で使う、はい、ライフオブトゥリーというダイアグラム、はいはいはい、系統樹になっています。へー、まあ、アートを担当したスタッフが、はいはい、まあ、生物頂点のバハムートがいるマップでなんかそういうのが出たらかっこいいんじゃないかねみたいな感じで、なるほどね、ちょっとこうそういうネタを、素敵な理由ですね。それはかっこいいんでぜひともやってくれて、はあ、ありがとうございます、はいはい、では続いて、続いてもう一つ床ネタを、さらに床の話、闇の世界編
ほう、これもこちらも何かある画面を見ていただくのが一番早いかと思うんですけれども、はい、これが今回の闇の世界のラストなんですが、はいはい、この、紫色の光の柱があるじゃないですか、はい、ちょっとこの配置をよく見ていただきたいんですけども、はい、実はこれですね、こちら の、 あの右側に出ている FF3 のそうはさせないフワフワフワ、はい、ファミコンですかね、このファミコンの画面のこの光をそのままレイアウトを、はあ、なるほどね、すげえ、これも先ほど の、 あのあライフオブツリーを考えたアートのスタッフ の、 あの同じスタッフの仕込みなんですけど、いい仕事しますね、素晴らしいですね、いろいろ仕込んでくれるんで、はこういう時にすごく僕が助かります、はい、ほまけー FF3 か、そうか、ちょっと僕小学生だったんでいろいろ懐かしいなと思いながらちょっと今見てましたありがとうございます、はい、はい、ということでじゃあ続いてなんですが、次が最後のネタですか、最後のちょっと大きめのネタですね、大きめなネタ、はい、はい、じゃあお願いいたします。次のネタこちらです、新種族が決まるまで、はい、これなんですけれども、はいはい、まあ、アウラという新種族が決まるまでに、はい、どういうその流れを経て、はい、最後のこのデザインに決まったのかっていうのをちょっといろんなあの開発中の資料をもらってきたので、はい、まあ、その時間を追って順番に決まるまでをちょっと見ていただこうかなと思います。はい、じゃあ早速お願いします。まず最初のところから、はい、最初はこちら、これはね、はい、あ、皆川くんはもうじゃあ私から、はい、これファイナルファンタジー12で、アジン種として出ている、はい、ビエラという、そうですよね、ビエラですよね、はいはい、で、もともと新生版をリリースした際に、はい、まあ、追加でどんな種族が欲しいかという、はいはい、まあ、アンケートをフォーラムで取らせていただいて、はい、その中でも非常に、国内でも海外でも人気の高いキャラクターとしてビエラが候補になっていたので、はい、まずはそこからデザインを書いてみるということで、ね、はい、まずこれが作られました、はあはあ、でさらにもうちょっとラフな状態から、はい、詰めていく段階で、はい、まあ、次のスライドに行くんですけれども、はい、こんな感じになって、まあ、こんな感じで顔とか、おー、いい感じですね、フォルムとか、はいはいはい、まあ、でもちょっとやっぱミコってとかぶるんですよね、あー、そうそう、なるほどね、今ちょうど高井さんが言ったように、うんうん、ミコって系にどうしてもなっちゃうんですね、うん、はいはい、まあ可愛い感じで、うん、でこれをじゃあもうちょっと違うビエラも12結構大人っぽいキャラクターだったんで、はい、ちょっと可愛くしてみたらどうだろうと、なるほど、いうことで可愛くしてみた結果、可愛くしてみた結果がこれちょっと路線がこれどうしました、瞑想が始まる、可愛くはないですか、一気にガンって振りましたねちょっと今コメントがびっくり印がついてます、ね、まあこれは完全にここから探求の旅が始まったみたいな感じにですね、すごい、人参食えよって言ってますよ、どんだけ人参推しなんだっていうね、まあ、で確かねこの次に、うん、こうじゃねえだろうと、で、はい、もうちょっとちゃんと可愛くし て、ちゃんと可愛くして、はい、ちゃんと可愛くしたのがきます、はいはい、ちゃんと可愛くした、あ、こんな感じです、まあ、ここまで今度ララが出てくるんですよね、ララフェルが、そうなんですよ、でここまで来ちゃうと今度はララフェルと被っちゃうよねということで、はいはいはい、ちょっと一旦まずビエラは置いとこうと、置いとこう、なるほど、離れようと、離れようと、はい、もっといろんなアジン種を、うん、アイデアを出してみて、はい、探求してみようと、うん、完全に瞑想した時のパターンですよね、そうですね、はい、そうとも言います、はい、でどうなったかっていうと、まあ瞑想は続くんですね、やっぱり、はい、たくましい、たくましいけどごめんなさいね、ちょっと待って、左上 の、 ベーシックなウルフマンって何かな、ベーシックなウルフマン、あれ本業は誰が書いたんですかね、もう若干ファミコン感漂ってますけどこれ大丈夫ですか、そう FF2 ぐらいのモンスターだったらでもいいかなって、あ、なるほどね、まあ、このようにちょっと瞑想が始まりまして、完全な瞑想ですね、ちょっと次のスライド、次に行く、まあ、こんな感じで、これね担当者モンスター、これモンスターのね担当の人がね書いてくれてるんですけど、はい、まあ、かっこいいんですけど、かっこいいんだけどこれ選ぶかねこれねっていう、なるほど、いやそう
でここまで出て、ね、はい、やっぱりちょっとコンセプト不在で、うん、適当にいろいろ書くのはやめよう、やめようと、これも瞑想のパターンですね、これもね。ちゃんと決めようと、ちゃんと決めよう、はいはいはい、はい、そうですね、でじゃあ、まあ、うん、それで 3.0 に向かって、はいはい、まあ、ちょっとこうドラゴンとか、はい、まあ、そういうのも出てくるので、はい、竜とか、はい、ちょっとかっこいい系に振ってみるのはどうだろう。あ、なるほど、そこでそのコンセプトを決めていろいろじゃあ今度は掘り進んでいったわけですね、はい、はい、それがそれがこちらこちらです。まあ竜というよりもちょっと、ね、まあ、悪魔とかね、悪魔系な感じですよね、うん、そうですね、こうちょっとなんか洞窟に明かりが見えてきたぐらいの出口が、ね、ちょっと影っぽい感じですね、はい、あの明るいちょっとララフェルとか、はい、まあ、ミコテとはちょっと違う影のある感じの、はい、でこういうのが出てきて、はい、ただまあここから結構いろいろ書いてます、はいはいはい、じゃあ次行ってみますか。意外とここから長いんですよね、まだね、はい、次が、まあ、これがまあ、先ほど あのドラゴン系です、ね、なるほどね、はい、はい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 、でさらにさらにこうなった、ああちょっとセクシー路線で攻めてみる、はい、今度はこのちょっとアメコミ系な、はいはいはい、強そうな感じにしてみたらどうだろう。確かにね、多分好きな人はまあ好き、割と僕好きですよこれ、ね、はい、出てくる系かなって、さっきの人参食えように比べたらもうかなり、はいはいはい、同じアメリカンでもちょっとかっこいいアメリカンな感じ で、ね、はい、でさらにまだ、そうですね、行っちゃう、ここからこんな感じになった。今度は角の形をいろいろ変えてみたりするとどうなるだろうというのを試してみたり、まあこの辺りで、はい、そのまあドラゴン角の形を変えると、はい、ドラゴンっぽい感じにもなるし、はいはい、ちょっと悪魔っぽい感じにもなるし、はい、キャラメイクでそのパーツをちょっと変えただけで違うニュアンスが出せるんじゃないのかということで、はい、ちょっとこの方向でもっと掘り下げてみようと、はい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 、もうかなり今 あのアウラに近い雰囲気にはなってきてるんですけども、はい、で掘り下げた結果、あなるほどね、はい、かなり近づいてきます、はいはい、でこんな感じに、これ男性キャラ側ですよね、いいじゃないですか、でこれ男キャラクター、これはときめく方もいっぱいいらっしゃるじゃないですか、そうですね、こう、はい、ちょっと中二な感じが、はいはい、いい中二になってきたかなと、いい中二です、はい、ようやく、はい、でさらにさらに、あさらにちょっと悪い感じですかね、突き抜けてもうこれギリ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 な感じで攻めると、でもちょっとこの僕真ん中のやつとかすごいここまでいけたらいいなと思ってたんで、はい、いいですね、はい、でそしてこれはもう竜押し鱗押しですね、一旦竜で行ってみよう、なるほど、ね、これはもう一つバリエーションで、はいはい、もうガチンコに本当にドラゴンっぽい感じで、はいはい、角の雰囲気なんか出てきましたよね今のがね、うん、でそこからこうなる、あこれもだいぶ、まあ、もうだいぶ来てますね、もうほとんど ほぼほぼアウラさんですね、うん、そうですね、耳のところがちょっと違いますかね、はい、そうですね、まあ、ただこの時は真ん中にも書いてありますけども、はいはい、レースがドラゴンっていう名前になってました、ね、はいはいはい、なるほど、でここから、まあ、先ほどまでの流れの中から一番こう、はい、評判の良かったやつをチョイスしていって、でもはははこうなった、これも同じ原型ですよね、はい、でまだちょっとこう、はい、鱗の量とかが違ってるんですけれども、はいはいはい、まあそれで鱗とかを特徴出しをして、で、はいはい、でこれが夕霧の元になっている、あーなるほど、へー、もうこの辺りからほぼ、はいはい、ほぼもうゴールが見えていて、見えてきた、基本この路線でどんどん進んでいきましょうと、ね、はあはあ、うん、であちょっとイメージも変えてこんなのもやってみようかな、アウラ前の方ですね、はいはいはい、でだんだんじゃあこんな感じで装飾品も足して、はいはい、ブラッシュアップをしていって、うん、はいはい、ゼラも足して、はいはいはい、詰めていって男キャラ、男の方もですね、はあ、まあさっきベンチマークのキャラクターメイキングで、はい、ちょっと見ていただきましたけど、まあ、瞳の周りをちょっと色を変えられるようにするとか、はいはいはい、あ、そうかそうか、この右上のやつがそうなんだな、そう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 、あなるほどなるほど、この段階で出てきて、でこういうとかプログラマーとかにも相談しなきゃいけなくなりますからね、はいはい、でいろんなパターン作ってみた、でこの丸がついているのが、まあ、最終的にありありなしありは、いや結構
構長い道のりでしたね。あ、長いですねこれね。でこれ持ってきたやつ全部じゃないんで、もう結構他にもまだまだいっぱいある、たくさん、かいつまんでこれ、はい、はあすげえ。まあアジン種なんで今回は、はいはいはい、あの他のモンスターとかよりもすごくやっぱ決まるまでに長い時間をかけていますけれども、ね、はあ貴重なものを見せていただきました、はい、ありがとうございました。まあ、多分ベーシックなウルフマンはもう二度と出てくることはないんで、そうですね、はい、もしかしたら来年の4月1日ぐらいにベーシックなウルフマン出てくるとしたらゴールデンウィーク、エイプリルフールですね。なるほどね。ミニオン同盟とかがなんかやっちゃうかもしれない。ミニオンでベーシックなウルフマン欲しいな、確かに。また怒られるからやめた方がいい。こんな好き勝手なこと言って、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にちょっと前の方に出て皆さんに今一度メッセージをお願いいたします。やっという間というか割ともうギリギリまで攻めましたね。はい、そうですね、55分がっつりと行きましたけど、お楽しみいただけましたでしょうかということで、はい、最後にじゃあ高井さん、コメントお願いいたします。はい、僕聞かれた時言いたいことはないって言って何も持ってこなかったんですけどこんだけ皆さんにこういろいろ言えてよかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。そして皆川さんお願いいたします。はい、2.0 までのネタを、去年に続いて持ってきました。でまた、この後出る 3.0 にも、たくさんいろんなネタ開発チーム仕込んでいますので、また皆さんに実はこんなことやってますよっていうのをご紹介できたらいいなと思っています。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、以上をもちましてダブルヒロシ&開発チームのここは痛い終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。